はい、今回はテレビで見たマクドじゃないわハンバーガー屋さん、テレビで見たマクドハンバーガー屋さんに行こうとして、はい、自転車に乗っております。これあれやな、何やったっけ、マツコのそうそう、マツコの知らない世界でなんかハンバーガー特集やってたんだよね。あ、そう、俺特、ね、特集をやってて、でちょうどな、これどうせ何東京とかさ、関東の方ばっかりなんやろとか言ってたら、うんうん、そう、最近はなんかね、愛知が暑いとかって言って、そうえっとか言って、確かにハンバーガー屋さん多いもんなとか思いながらな、うんうん、トヨタのね、なんか66ダイナーさんが紹介されてて、 そこに向かっておりますでこれ放送されたんが、これ今言ってんねんけど、それのこの週やったっけ。あ、そうそうそう、この週の平日に放送されてて、うん、お土日に行くかって言って、そうそう、行ってワクワクしております。あ、でこのな、やっぱさ、この豊田市走るとき、うん、この会津満目川かのこの沿いのさ、サイクリングロード、ほんまに走りやすいよな。走りやすいしかもこの道路いいよね、なんかそう、ここ人おらんしね、周りもなんか畑とかなんかそう畑と川しかないみたいな感じだし、そう、景色が良すぎる、うん、開放感すごいよな、ここ走ってる時にな、うん、あとね、なんかもう人も歩いてないもんね、ここ。あ、そうそうそうこんないい道やんのにさ、うん、全然人おらへんねんな、いないね。あ、むしろここよりいい道があるんかもしれんよな、人おらんっていうことは。いや、まあ普通に考えて、こんな長い道、うん、歩くよりみんな車で移動してるのかな歩くよ。それにしてもさ、うん、そのサイクリストもおらへんやん。いないね。なあ、ここですれ違ったことないね、ロードバイクの人と。ない。小さいね、そのお子ちゃまがこう走ってるのは何回か見たけど、うん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 、そう、ロードバイク走ってんのはまだ一回も見てないね。トヨタの方々はどこを走ってるんでしょうかもっといい道があったら教えてほしいけどね。お、そう、もうほんまにずっと景色良かったよな、うん、開けてるとこばっかりやった。この日めっちゃ天気も良かったしね。あ、そう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 、気持ち良かった。そう、この日があれやな、何やったっけ、あの手筒花火やった次の日やねんな、多分。そうだねお、そろそろ着くな。そう、これめっちゃワクワクしていったよなだけどなんとなくな、察してはいたけどな、うん、この車の多さとな、ねえ、駐車場めっちゃ広ってなったよね、まず。あ、そうそうそう、駐車場広ってなって、うん、車多ってなって、そう、でも意外にテラス席とかも空いてたから、あ、そう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 、ハンバーガー買えたら食べれるかもって思ってたけど、この時1時ぐらいで、うん、次食べれるの5時って言われて、そうそうそう、えぇ、次5時以降の受付になるんですけど、うん、みたいな、え、5時みたいな、いや、もうこの時お腹ペコペコだったからさ、そう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 、5時は無理と思ってで、急遽近くに、そう、ハンバーガー屋さんがないか探して今向かっております。そう、豊田市にはじゃなくて岡崎まで行って、そう、見つけてんな。そうね、でも20分ぐらい、そう、こっからプラス 8. 何キロとかやったな、うんうん、でここの道もさ、岡崎もめっちゃ走りやすかったよないや、走りやすかった。だからとにかくね、なんか道も広いし、車もいないしみたいな。あ、そう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 おで着いたな、このガブリっていうところ。ハンバーガーに生野菜を挟まない店って書いてあったんだけど、雰囲気めっちゃ良かったよな。めっちゃ良かった、めっちゃ可愛かったね、この辺とかも。ハンバーガー祭りやった、うん、あ、で、そうそう、このバーガーもな、いろんな種類あってな、覚えてないあ、で、このランチセットみたいなお得なセットがあったから、それを頼んで食べております。食べてないな。あ、で、これ何やったっけ、グリーンティーラテみたいなやつを頼んで、うん、私はこれフルーツジュース。そうそうそう、これなんかさ、名前ついてたよな、その人の名前がついてた。なんか石川さんの抹茶なんとかみたいな。そう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 、石川さん誰だろう、あの多分このお店の人なんやな、うん、あれ、俺は何やったかな、ベーコンチーズ卵
バーガーやったかな、うんうん、でエリンゴがアボカドチーズバーガー、そうそう、最初アボカドないって言われて、うんうん、もう売り切れちゃいましたって言われたけど、ね、ギリギリありました。そうね、ラッキーだった。ラッキーやったな、うん、でチーズもこうビヨーンって伸びるタイプの、ボリュームも結構あったよな。あったあった。だけどこう食べやすい感じの、まだこう口をさ開いたら全部こう入ってくれるタイプのやつやった、うん、撮ってくれてて要求されて撮った動画。いやいつもエリンゴを撮る方だからさたまには俺の姿をね、こう思い出に残そうかなっていう、まあ基本はな俺らの思い出動画やからな俺どこ行ってんってなそう、石川さんっていうの書いてあったな、ね、あでこの何だっ外壁って言ったらいいんかな、うん、にもこうやってちょっとおしゃれだったよね。そうおしゃれで写真撮れてな、ロードバイクと一緒に撮ると映えました。そう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 、でこの道幅がっていうか歩道がちょっと狭くてな、写真撮りにくかったけど、うんうん、意外とギリギリ撮れた。おでこれはもう帰っております。でこの時何時ぐらいやったかな、まあ、3時過ぎやったかなかな、うん、で帰りは1号線通ってであれやな、途中まで1号線行ってたんか、でまた違うところ入ってもう何号線か忘れたな、あでこれまた何号線か知らんけどなんか広い道に出てんな。やばい、何も思い出せん、うん、思い出せへんな、何も思い出せん。そうどこの道何道線っていうの全然記憶してないからな、うん、いつもあの何だっけ自転車ナビタイプか、うんうん、でいつもあのナビしてもらってるから正直何号線とか覚えてないんだよね。覚えてないねなとりあえずこの会津豆川にたどり着くように、うんうん、あの岡崎市をつあの何西側に向けてずっと突っ切ってた、うんうん、あんでこれ会津豆川に一瞬出たけどなんか途中で行き止まりになってたからこれも何号線か分からへんけど休憩をしてそう休憩してます。またヤクルト1000に出会って、あ、そう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 ヤクルト1000の遭遇率の高さたるやって感じやな、ね、最近さ、うん、家のストックなくなってきたやん、なくなってきたヤクルト1000の、うん、でやばいと思って探すやん、うん、やばいと思って探したら全然ないな、ないよね最近供給が多くなってきたのかなって思ってたけど別にそんなんじゃないんだよね。あ、多分そうやろな毎回行くタイミングが良かったやろな、うん、やっぱこう人は欲がない時にさ、なんかふっと欲しいものが手に入ったりするよね。せやな、うん、そう多分なあの物欲センサーってやつが効いてるんやな。物欲センサーってわかる？何？あ、わからんのか。あのモンハンとかでやってるとさ、うんうん、欲しいドロップアイテムがさ、うんうん、その残りこれが出たらその装備作れるみたいな時があるけど、そういう時に限ってな何回買っても出えへんみたいな。それずっと物欲センサーって言ってんけど、そうちょっとヤクルト1000もそれが適用されてる。そうだね、こう欲があるときはやっぱ見られてる、見られてる、誰かに、そう誰かにおでここもな、あの愛知牧場に今向かってちょうど帰って行ってるけど、そう、ね、そうな、エリンゴ信号はないけど、うん、結構アップダウンが激しいんだよね。そう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 、なんでなんだろうね、山もないのに。そう山もないのになあそかなだけどもうエリンゴ最初はなあのアップダウンで心折れて歩きそうになってたのに、もう今回は立ちこぎも入れながらなついつい焦げとった。なんか地味に体力がついてきたよねな。で愛牧でなんか写真撮れたらなとか言ってたけど着いたら閉まってました。閉まってたね。この時6時か6時やったな、ちょうど6時で、うんうん、愛牧が17時半か、だから5時半に閉まるみたいな感じだった、うんうん、5時かだけどまだあれやんな、ネモフィラのところとかに人全然おったよな。いたねいつもの道ですが、この
高速道路の道ほんまに走りやすくていいよな。で毎回さ、うん、走りやすい道見つけたところをさ、うん、こう通りがちになるからさ、うんうん、道が開拓されないのよね。あでもなんか一回開拓したらさ、うん、ああそう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 、犬山のやつよくない道だったこともあるから、あやっぱりホームコースを見つけていくのがいい気がする。まあ確かにな。いやだけど時間あるときにちょっとあれやな、冒険するのはありな、うんうんうん、それはありな。あでこれ帰ってきて寿司食いたいなって言ってまたスシロー行ってます。そうエリンゴがな、ここのお店のシャリに感動してたからここに行ってんけどな、うん、なんかちょっとね、うん、あの日のコンディションが良かったかもしれん。あなるほどな、うん、やだけど今回さなんかあの期間限定で赤シャリみたいな、赤シャリになってたから、そうそうそう、多分それもあったんや、ね、まだ赤シャリに適応できてなかったのか、うん、感動的なシャリではなかったちょっとあれやったな、締めっぽかった。そう、うん、でその後に北の湯か、うん、もう北の湯な、回数券買ったからな、もういつでも行けるうん、で帰りにスーパーカップ買うて、結局ないっぱい漕いだ気がしてたけど、まあこういうのでチャラになるっていうはい、これでおしまいです。はい、あなたはもう眠いでしょ、はい、さっきまで寝とったのにはい、俺ももうちょうど眠いです。はい、じゃあ終わりましょう。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。